糸原健斗は、島根県雲南市出身のプロ野球選手。右藤左打。阪神タイガース所属。小学2年時から野球を始める。海成高校へ進学後は、1年次からベンチ入りを果たすと、秋の中国大会で9打席連続安打を記録した。2年春と3年春夏には、甲子園球場の全国大会に出場。 一番打者として出場した3年夏の選手権、大会1回戦、仙台育英高戦では、1点ビハインドの9回裏、西1.2塁で迎えた打席で、左中間に大飛球を放ったが、左翼手のダイビングキャッチによって試合終了となり、さよなら勝利を逃した。高校通算29本塁打で、1年後輩に、白根直樹がいた。明治大学への進学後は、 一年秋から東京を6大学リーグの公式戦に出場。中心選手に定着すると、3年時には春、秋の2期連続で三塁手として、ベストナインに選ばれたほか、大学選手権では打率5割を記録し、首位打者に輝いた。この活躍から大学日本代表選考合宿にも参加したが、練習試合中に、左足甲に支給を受け離脱したため、 代表入りはならなかった。4年時は春のリーグ戦で打率、163を記録するなど大不振に陥った。3年と4年時には明治神宮野球大会に出場し、いずれも準優勝。在学中にはリーグ通算71試合に出場、205打数47安打、打率、229、1本塁打、33打点、5盗塁、 ベストナイン2回という成績を残した。大学の1年後輩に、高山俊、坂本聖志郎がいた。大学卒業後に入社した j x エネオスでは、1年目から公式戦に出場。デビュー戦でサヨナラ打を放つなど、通算26試合で打率。330を記録し、第86回都市対抗野球大会への出場に、 貢献するなど中心選手として活躍した。2年目には3番打者に定着し、チームを牽引。都市対抗大会では、チームは予選敗退したものの、糸原自身は東芝の補強選手として本大会に出場した。日本選手権は初戦で敗退。同期には高梨雄平らがいる。2016年の NPB ドラフト会議で、 阪神タイガースから五巡目で指名を受けた。契約金五千万円、年俸八百万円という条件で入団に合意。背番号は33で、前年に大学から直接入団した高山、坂本と再びチームメイトになった。2018年5月12日2017年、沖縄県宜野座村での一軍春季キャンプに参加。キャンプ中に初めて出場した。 紅白戦で左翼フェンス直撃の二塁打を放ち、一軍監督の金本智明に実戦向きで面白い存在と評価を受けた。キャンプの終了後も一軍へ帯同すると、じる類種の座を上本博則と争った。オープン戦期間中の3月3日には、京セラドーム大阪で催された阪神対 WBC 日本代表の強化試合で途中出場し、 8回裏に迎えた唯一の打席で秋吉良から適時二塁打を記録した。オープン戦でも好成績を残し、チームの新人選手では唯一歴代の新人野手では前年の鉱山に続いて開幕一軍入りを果たした。4月1日には広島東洋カープとの開幕カード第2戦6回裏に代打で一軍公式戦にデビュー。 7回表から遊撃の守備についたが、8から8で迎えた延長10回裏に公式戦での初失策を犯し、その後チームはサヨナラ負けを起死した。4月2日の同カードにも途中から二類種として出場すると、9回表の打席でライアン・ブレーシアから一軍公式戦初安打を記録。5月からは、不審の北条フ也ミに代わって遊撃手としてスタメンに定着。 5月12日の対横浜 DNA ベイスターズ1000の第1打席から5月19日の対東京ヤクルトスワローズ1000の第1打席まで10打席連続で出塁しセントラルリーグ公式戦連続打席出塁の新人記録を達成した7月9日の読売ジャイアンツ戦では一軍公式戦での初本塁打を放つなど5打数4安打3打点を記録 残りの3安打はいずれも2塁打で、同点の9回裏2市12塁で、スコットマシソンから放った3本目の2塁打が、プロ入り後初めてのサヨナラ安打にもなった。7月19日の広島戦で自身初の3試合連続複数安打を記録したが、8回表2市1塁の守備で、サビエル・バティスタの飛球を追って配送中に転倒。自力で起き上がれないまま、単価で運ばれて、退場。 途中交代となった。7月20日に病院で診察を受けたところ、右膝内側側腹副人体の損傷が判明したため、同日付で出場選手登録を抹消。そのまま戦線を離れたが、チームのレギュラーシーズン2位で迎えた横浜 DNA ベイスターズとのクライマックスシリーズファーストステージから一軍に復帰した。第一戦の7回裏に代打で、 ポストシーズンの試合に初出場。第2戦でも8回裏に代打で起用されると、1軍では故障で退場した、前日の対広島戦以来約3ヶ月ぶりの安打を放った。前日した故障の影響で、レギュラーシーズンでは1軍公式戦への出場が66試合にとどまったが、CS 後には推定年俸1600万円という条件で契約を公開した。 二千十八年、前年に引き続き、儀ノ座での一軍春季キャンプに参加。キャンプ、オープン戦を通して、北条西尾勝義上田カイと、声優劇種のポジションを争い、一軍公式戦の開幕を声優劇種として迎え、プロ入り後初の開幕スタメンに名を連ねた。大山雄介の打撃不振から四月二十九日の対、広島戦でプロ入り後初めて三塁手として、 先発出場し、その後も鳥谷隆の打撃不振や聖二類種として出場を重ねていた。上本の不勝離脱から三類種や二類種としての出場が増加。6月7日のオリックス・バファローズ戦で一番打者として出場して、以降は一番二類種としてスタメンに定着した。セリーグの監督推薦選手としてオールスターゲームに初選出された。 後半戦でも攻守に安定感を見せ、低迷するチームを支えた。10月8日の対ヤクルト戦で3回表の第2打席中に顔面へ自打球を受け途中交代するというアクシデントに見舞われたものの、最終的にはチームで唯一の全試合出場を達成、打率286、1本塁打35打点の成績を残した。阪神の内野手が、 プロ入り後2年目までに全試合出場を果たしたのは2、リーグ制以降では1981年の岡田、秋信、2005年の鳥谷に次いで史上3人目の快挙である。オフには前年から2.5倍増の推定4000万円で契約を公開。また、福留光介に代わり、2019年から新キャプテンに就任することが決まった。 入団3年目でのキャプテン就任は、球団史上最速で、満27歳で迎えるシーズンでのキャプテン就任は、球団史上最年少体となった。2019年も全試合出場を達成し、2年連続全試合出場となった。打率は前年より下がったものの、日本類が45打点は共にキャリアハイだった。オフには、 前年から1.5倍増の推定6000万円で契約を公開した。2020年は7月22日の甲子園での広島戦にて右手有効骨を骨折したことにより連続試合出場記録が312で止まった。前述の骨折や9月には新型コロナウイルスに感染したこともあり、およそ2ヶ月にわたり戦列を離れた結果、出場試合数は プロ入り後最小の63試合にとどまった。なお、この年は3本塁打を放っており、規定打席見立つながら、キャリアハイだった。オフには、前年から500万円減となる、推定5500万円で契約を公開した。2021年は5月19日に、歌詞のコンディション不良により出場登録を抹消されるが、6月11日に一軍復帰。 身長1 7 5トルと、プロ野球選手としては小柄ながら、直球に強く高い打撃センスを備える。また、力強いスイングで広角に強い打球を放つ、パンチ力を持ち合わせており、金本智明からは、強い打球を引っ張れるのが彼の良さと評される。左打者でありながら、左投手との対戦を苦にしていないほか、選球眼にも優れ。 新人であった2017年シーズンに記録した10打席連続出塁のうち7打席が四死球によるものであった。50メートル6秒1の瞬速や遠投110メートルの強権を兼ね備える。プロ入り前は3塁をメインポジションとしていたものの、プロ入り後は2塁を中心として、チーム状況に応じ3塁や遊撃もこなすユーティリティ性を発揮している。 糸原自身は守りやすいのは二類と三類で、三類が自然とリズムが合うポジションと語っている。高校時代から現役選手時代の金本も通っていた広島市内のトレーニングジム、アスリートで指導を受けており、2016年秋に行われた JX エネオス対大阪ガスのオープン戦を視察に訪れた当時阪神の一軍、監督であった金本は、その縁から、 糸原の存在にも気を配っていた。後に、金本が糸原について、糸原の明治大時代のチームメイトですでにプロ入りし、阪神の選手となっていた高山と坂本に、尋ねたところ、勝負強い選手ですと、太鼓板を押したことから糸原を、ドラフト指名するに至ったという。2018年の春季キャンプ中には、金本から新加入したウィリンロサリオにちなんで、 コサリオというニックネームを付けられた。自身のプレイスタイルについて、高校時代の恩師である、野々村直通から影響を受けていると語っており、野々村は糸原を、総行主に平均点の選手ながら、魂でプレーする男と評している。ありがとうございます。